セルジュ・チェリビダッケ、セルジュ・チェリビダッケ、セルジュ・チェリビダッケとも、サージ・チェリビダッケイ、1912年7月11日から1996年8月14日は、ルーマニア生まれで、ドイツで活躍した指揮者、作曲家。ルーマニアのに生まれ、第一次世界大戦中にヤシに、転居、21歳頃まで同地で過ごす。歳頃からピアノを学び始めるが、 これが直接音楽家を目指す契機にはならなかったようで、27歳になるまで転職を決めかねていたと告白している。父親は彼を政治家に従っていたという。ユダヤ文化の中心地であったヤシで育ちユダヤ人と深く交流したため、イディッシュ語も堪能であったばかりでなく、多くの言語に精通したポリグロットであった。また晩年には仏教に改修し、日本でも多く参禅を行っている。 チェリビダッケは初めパリに留学したが、1936年にベルリンに移り、フリードリ・ヒビルヘルム大学やベルリン音楽大学で、音楽、数学、哲学などを学んだ。戦時中もベルリンに泊まり、同地で終戦を迎えることになる。戦後、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者だった、フルトベングラーら有名指揮者たちは、 ナチスとの関係を咎められ近親生活に入り、ロシア出身のレオボル・ヒャルトが同学団の暫定主席指揮者となるが、わずか3ヶ月後に米軍の保護者で亡くなってしまう。チェリビバッケはこれを機にベルリンフィルの指揮台に立つことになる。その経緯については、はっきりしない。採用の直前にベルリン放送交響楽団の指揮者コンクールで優勝しているが、それとの直接的な関係も、 必ずしも定かではない。いずれにせよ、ジェリビダッケは、ボルヒャルト死去のわずか6日後に、ベルリンフィルの野外コンサートで指揮者デビューを飾る。曲は、ロッシーニの、セビリアの理髪市上曲とウェーバーのファゴット競争曲、そして、ドボルザークの公共曲第9番、新世界よりであった。その後、暫定的にではあるが、ベルリンフィルの主席指揮者に就任した。 1945年当時、チェリビダッケには、学生オーケストラを除けば、本格的な指揮の経験は、ほとんどなく、ベルリンフィルを指揮しながら広大なレパートリーを開拓していった。それは、バロック、古典派から、近現代の作曲家まで膨大なものに及び、しかも、競争曲を除きそのすべてをアンプで指揮した。活動初期は評論家の受けもよく、ベルリンフィルを多く指揮し、 フルトベングラーの後継候補と歌われた。フルトベングラーを深く尊敬していた彼はフルトベングラーの日難地下裁判に協力するため奔走し2年後の1947年にフルトベングラーがベルリンフィルに復帰するのを手助けした。フルトベングラーもチェルビダッケが高級的な首席指揮者の地位に収まることを望んでいたと言われる多くの団員はフルトベングラーこそが 本来の首席指揮者であり、チェリビダッケの登用は、過渡的なものとみなしていた。オーケストラや、特に年配の団員たちにとって、チェリビダッケの非妥協的なリハーサルや、しばしば独裁的な気質は不評であり、一方チェリビダッケから見れば、首席指揮者として、十分な発言権がないことに不満が溜まっていった。こうした雰囲気に嫌気がさしたチェリビダッケは、ベルリンフィルと距離を置き、 ロンドンでの客演活動を始め、さらにヨーロッパ全域から中南米に至るまで客演の範囲を拡大していった。チェリビダッケとフルトベングラーとの友情も失われ、1952年にフルトベングラーが終身首席指揮者に復帰すると事態はより決定的となった。この時期、チェリビダッケとベルリンフィル周辺の関係は破綻していたが、一方でベルリンフィルでの指揮活動は 聴衆や批評家から圧倒的な支持を受けており、1953年にベルリン市の音楽芸術賞、1954年には功労十字大勲章を、1955年にはドイツ批評家協会賞を受賞している。聴衆や批評家はチェリビダッケに熱狂し、オーケストラの団員や幹部は反発を強めるという状況の中、フルト・ベングラーが肺炎で倒れ、 事態は急展開する。1954年11月、フルトベングラーが死の病に伏している最中、チェルビダッケはドイツレクイエムのリハーサルで大衝突を起こし、それから38年後の1992年3月31日に、時の大統領、バツゼッカーに壊れて、最初で最後の復帰を果たすまで、ベルリンフィルを指揮することはなかった。フルトベングラーの死後、 その後継者として、ベルリンフィルは、ヘルベルト・フォンカラヤンを選出する。チェリー・ビラッケはその後しばらく、イタリアを中心に活動し、サンタチェ・チーリア国立アカデミー還元楽団や、イタリア放送協会に所属する複数のオーケストラ、トリノ、ローマ、ミラノ他などで客演を重ねた。1960年から1963年までは、デンマーク王立還元楽団、 1963年から1971年までは、スウェーデン放送公共楽団との結びつきを強めた。1971年6月に、南ドイツ放送公共楽団、後のシュトットガルト放送公共楽団創立25周年コンサートでの、指揮が好評を博したのがきっかけで、翌1972年に、定期客演指揮者となる。 以降1977年まで実質的な芸術監督として活動をし、同楽団の水準をドイツの有力オーケストラにまで引き上げた。客演指揮者として各地を転々とし、行く先々で評価を得てきた、チェリビダッケであったが、1979年6月、デドルフ・ケンペの公認を探していた、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮に就任する。 きっかけは、同年2月のミュンヘンフィルにおける初式で、この演奏会が圧倒的な成功を収めたことだった。チェリビダッケは、新団員の多数採用、団員給与のバイエルン放送公共楽団並みへの引き上げ、プログラムや招聘する指揮者やソリストの決定に対する強い発言権など、厳しい条件を提示したが、そのほぼ全てが認められたと言われている。また晩年には、 ミュンヘン氏の芸術監督に就任した。シュトットガルト放送公共楽団とは放送用の録画が本人の意に沿わない編集を行われたという理由で1982年を最後に決別した。日本では最初 FM によるシュトットガルト放送公共楽団の放送で幻の指揮者としてファンを増やしていった。 1977年秋と1978年春に単身で来日を果たし、読売日本公共楽団に客演、1980年にはロンドン公共楽団と来日した。主兵ミュンヘンフィルトは1986年以降1990年、1992年、1993年と頻繁に訪れた。 1986年の公演でのブルックナーの公共曲第5番以降、ブルックナーは来日公演の主要なレパートリーとなり、1990年10月にミュンヘンフィルと共に来日したときは、ブルックナーの公共曲第4番、第7番、第8番を指揮して、7番、8番はハイビジョンによる録画も行われている。アメリカには、 フィラデルフィアのカーアーティス音楽学校の校長だったジョン・デランシーの要請で1984年に同校で指揮を教えた。そして同校学生オーケストラを連れてカーネギーホールで開いたコンサートはその素晴らしさでニューヨークの音楽界に衝撃を与えた。ニューヨーク著名の音楽評論家ジョン・ロックウェルは今まで25年間ニューヨークで聴いたコンサートで最高のものだった。 しかも、それが、学生オーケストラによる演奏会だったとは、とのコラムを掲載した。チェリビダッケは相当な毒舌で知られ、ミュンヘン市当局は、他の指揮者、クラウス・ウムバッハへの批判を金で黙らせたとされる。また、カール・ベームが晩年にミュンヘンフィルに客演しようとした際、サイ・ェリビダッケの毒舌、ベームを、芋袋、ドンゴロス野郎と呼んでいたお耳にし、それを、 演奏契約解除の通告とみなして、出演を取りやめた、という逸話も残っている。反面、ベームが病気のため指揮できなくなった、ロンドン交響楽団の演奏会をわずか1日のリハーサルで引き受けなど、その本音はよくわからない。かつて、チェリビダッケの毒舌、からやん始めたの指揮者を、批判が、新聞の紙面を賑わせた際には、見かねたカルロス・クライバーが、 天国にいるアルトゥーロトスカニーニからの手紙という形をとり、ブルックナーはあなたのテンポはべて間違っていると言っています。天国でもカラヤンは人気者ですというモアに託した反論のテレックスを打った言うこともあった。読売日本交響楽団とのリハーサルでは、チューニングだけに数十分を用したと伝えられている。年から年頃の フルト・ベングラーと共に行ったベルリン・フィルのイギリス演奏旅行と前後して、チェリビダッケは初めての公式のレコーディングを行っている。ベルリン・フィルを指揮してのメンデルスゾーンのバイオリン競争曲、プロコフィエフの古典公共曲などがその最初期のもので、その直後にはロンドン・フィル・ハーモニー管弦楽団を指揮しモーザルとの公共曲第25番。 チャイコフスキーの公共曲第5番と、くるみ割り人形組曲などを、イギリスでレコーディングしている。自らの録音を聴いて、エンジニアがテンポをいじった。と疑ったほど、その結果には、満足がいかなかったらしい。ウォルターレックなど EMI のプロデューサーから、かなりの悪条件でこき使われた、と感じたこともレコード業界不信を助長したが、ホールの音響に左右されるものを、 マイクの直接音収録で記録するのには限界があると悟ったチェリビダッケは以後極端に録音媒体の発売を嫌いごく少数の例外を除いてはレコーディングは行わなかった別の意味でカラヤンとの録音が比較されるのも意識したと言われている他の正規録音には自ら作曲した秘密の小箱があるドイツグラム本社録音晩年になると 映像を伴う録画媒体の制作には、積極的に、本人のことによれば渋々取り組み、ソニーなどで演奏会のビデオソフトが発売された。チェリビダッケの死後、遺族らが日本を中心に音質劣悪な海賊版が氾濫する現状を、憂えていると称して、未発表の演奏会の録音をドイツグラモフォン、EMI から CD 化したが、その音源の選定については、 膨大な中からのわずかな数に過ぎず、本当に最善の演奏であるかについては意見が分かれた。特に EMI の録音は年代によってもテンポの設定が若干異なるため、チェリビダッケの演奏の全貌を網羅しているというわけではない。作曲家としてのチェリビダッケの作品は、秘密の小箱以外に3曲の公共曲などがあり、近年、 古国のルーマニアの青少年還元楽団などで、公共曲が初演され、しばしば再演でも取り上げられている。シュトットガルト、ミュンヘン、マインツ、シュレースビヒホルシュタイン、東京、イタリアなどで、多数の指揮者講習会やゼミナール、講義、コンクールを持った。また、ほとんどの演奏会の直前のリハーサルは、市民や学生のために公開されていたが、 ベルリンフィルに復帰した時の演奏会は関係者以外、立ち入り禁止であった。ただし実際は、シュトットガルト時代のように、ベルリンの指揮下の学生が自由に出入りしていたと言われている。本人へのインタビューによると、全世界で三千人の弟子を教えたという。音楽は無であって、言葉で語ることはできない。ただ、体験のみだというのが、チェリビダッケの音楽論である。 しばしば行われた音楽現象学講義には始まりの中に終わりがあるいう思想が貫かれている。その意味では彼と対照的にレコーディングのみの音楽活動を行うようになったグレン・グールドと奇妙な関連性が見られる。後年チェリビダッケはフルト・ベングラーから音楽の深遠な洞察のすべてを学んだと語っている。 ある時指揮者がフルトベングラーにある曲のテンポ設定について質問したところ、フルトベングラーは、それは音がどう響くかによると答え、ホールなどの音響を無視して、メトロノームの数字だけを元に決められたようなテンポ設定は無意味だということを悟ったという。彼も多くの巨匠指揮者と同じく年齢を重ねてテンポは遅くなった。 演奏に関しては総じて晩年のテンポが非常に遅い。最晩年のポルトガル・リスボンで演奏されたブルックナーの公共曲第8番は一般的な演奏時間が約80分のところ105分かかっている。現代音楽についてはレナード・バーンスタインによるピエール・ブレイズのピアノ・ソナタ表のように真の理解者ではなく現代音楽の指揮を拒否するトスカニーニと似た路線であった。 イタリアのシルバーのブッソッティが自分のスコアを見せて音楽のカオスだと説明した際、そんな子供じみた考えの音楽は振りたくないと拒否した経緯がある。とはいえ現代作品に完全に無理解であったわけではなく、新ウィン楽派以降の無調作品をわずかながらも演奏はしていた。1968年にはミラノで ジョルジョ・フェデリコ・ケディーニの弦楽三奏とオーケストラのための大応法、1962年の録音2式で参加し、1974年にはスイスでシェーンベルクの還元楽のための変奏曲オーパス31を演奏するほか、ルイジ・ダン・ラ・ピッコラ、ジョルジョ・フェデリコ・ケディーニ、カルロス・チャベス、ボリス・ブラッハーラ同時代の作曲家の作品を取り上げている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。